カニワンや処方実装を文字してって、これ処方実装っていうのをね、もうしばしば言っている生命の実物だ。この生命の実物は不生不滅で、不生不滅っていうのは不生不滅っていう名前さえも隠れちゃったところ。だから処方実装っていうのは、処方実装っていうのは大体不生不滅。しかしながらその不生不滅の名前さえも隠れた不生不滅を文字してた。そして因縁号を行事、その生命の実物に向かって因縁号を行ずるんだね。行じて、そして失せざる親。だから私自身の生活全体をそっちに向けて、そして日々送るということにしたら、本当にこれ必ず差別する。世尊の諸説格のごとく明らかなるを流受阻止、親しく昇殿しましますなり、状態の禁言昇殿の相乗あり。たとえ流受阻止の諸説なりとも、吉の説に非すべからず。これもう本当に お釈迦さんからの相乗してきている言葉で、たとえ流受尊者の説だと言ったって、他のね流受祖師っていうのは第二のお釈迦さんとも言われる人なんだから、他のね普通の諸師とは非すべから。世尊の諸事を昇殿流布しましますに多くことを得た、その流受祖師が世尊の諸説を昇殿流布してくださってる。それに合ってる。元も喜ぶべし、これらの小経を乱りに東土の文士の古説に披露することなかれと。それからね、龍樹祖師いわく、それからまだ読んでいない、ね、ちょっと読もう。龍樹祖師いわく、また次に諸仏法を苦行するがゆえに、法を供養し、法をもって使となす。何をもってのゆえに、三世の諸仏皆、諸法実相をもって使となすなり。当帝は何をもってか、自ら心中の法を供養せずして、他法を供養するが、答えていわく、世間の法に従う。もし、びく、方々を供養せんと欲せば、自ら心中の法を供養せずして、世の時法地法下法のものを供養す。仏もまた格のごとし、心中に法ありといえども、世仏の法を供養す。法帝は、仏のごときは福徳を求めず、何をもってのゆえに供養するぞ。答えていわく、仏無量阿僧祇行の中より、もろもろの苦毒を主して、常にもろもろの善を行う。ただ法を求めず、苦毒を敬うがゆえに、しかも供養をなす。仏在寺のごとき、いつの猛びくあり、眼見るところなし、しかも手を持って絵を縫う。時に真忍脱す。すなわち、いわく、誰か福徳を愛する。我がために真を、ね、真に念ぜよ、忍ぜよ。この時仏そのところに至って、びくに語る。我はこれ福徳を愛するの人ない。何時がために忍しきたらん。このびく仏の声を知って、早く立って絵をつけ、仏足を来し、仏に申して申さ。仏は苦毒すでに満足。いかんぞ福徳を愛すと言わんや。仏仏法じていわく、我苦毒すでに満足といえども、我深く苦毒の因、苦毒の果報、苦毒の力を知る。今我
一切衆生の中において最も第一を得ること、この功徳によれる。このゆえに我愛す仏、この微具のために功徳を参じ終わり、次に随意に説法をす。この微具方言上を得て肉言さらに明らかな。この因縁昔は戦士の質にしてやわにやわを聞く。後には千鳥の文に向こうてこれを兼業す。伝法祖師の次元明らかにして威楽せず、この文千鳥第十にあり、諸仏必ず処方を処方実相を大師としましますこと明らけし、釈尊また諸仏の情報を少子まします。いわゆる処方実相を大師とするというは、仏法僧三宝を供養供養し立てまつるない。諸仏は無料は葬儀公祖語幕の功徳全言を釈従して、さらにその法王の求めず、ただ功徳を供養して供養しましますなり、仏家菩提の位に至いてなお小功徳を愛し、猛尾具のために妊娠しまします。仏家の功徳の諦めんと思わば、今の因縁まさしく消息なり。しかあれば、すなわち仏家菩提の功徳処方実相の通り、今の世にある凡夫の思うがごとくにはあらざるなり。今の凡夫の思うところは増悪の処方実相ならんと思う。所得のみ仏家菩提ならんと思う。格のごとくの邪見は一人たとえ八幡宮を知るというとも、いまだ本郷本見末郷末見を逃れず、いかでか有仏余仏の偶人しましますところの処方実相を偶人することあらん。ゆえいかんとなれば、唯仏余仏の偶人しましますところ、これ処方実相なるが言えない。本当がまた大切なところですね。このまたね、松陰大化あり、松陰大法あり、ほんのちっちゃい原因であって、大きな結果をもたらす。ちょっとしたその縁が大きなその果報をもたらす、そういうことは仏道を求むるがごと、求めて求むるがごとき一芸を参じ、ひとたび南無仏を称し一年功を託、必ず差仏を縁。これまあ私がその庄司北師匠のところで言った、一生南無仏、皆異常仏道だね。ひとたび南無仏を称すれば、皆すでに仏道を上手っていうのは、これは 仏道の極意だって言ったでしょ。あの時本当に極意なんだ、これほど極意なんだ。ところが今 のそれこそ老毛学者たちにはこれが分からないね。そのパッとね、南無仏って言ったために全て仏道を上手るなんて話は今の学者たちには分からない。本当にこれはもう宗教の世界。その宗教の世界って何か、実際に皆さんたち今座禅してやってることだ。だから今さっきからも言うように、今こう座禅してて思いが追い始めてる。しかしながら座禅に帰ったら一瞬にしてパッとそれがなくなる。これがそうなんですね。 一生南無仏、皆異常仏道。南無仏ってね、俺座禅に帰った時は本当の南無仏だ。その時皆異常仏道だ。それをね、仏道修行って何かって、結局その発心もね、百千万発するなりって。本当はね、庄司北師匠に その文句もう一つ入れたかったところだけど、もう紙の取り都合から言ってそれ入れられないんで残念だったけど、本当に素晴らしい言葉、もう一つ私が言いたいところはそれだった。仏道修行っていうのも本当にみんな事実、これ生命の実物生きてんでしょ。昨日もどなたか
質問したね、小生命の実物生きてるって、これ小です。その上にこの生命の実物に帰るってね、これ一生難仏だ。これ座禅してて座禅の姿勢に帰った時に一瞬にしてパッと消えて生命の実物に帰るんだから、これ座禅っていうのは、これ座禅と念仏とって別問題と思っちゃダメだ。それから拝むっていうこととね、別問題じゃないんだ。それで一瞬にして生命の実物に帰った時に仏道を成就で必ず差仏する。それをね、ただ百千万発するだけだ。百千万発するっていうね、これあれは何の巻か、消防現像のね、発無常心の巻に出てくる言葉です。総選理事じゃもうしばしば挙げてる言葉だ。もうとにかく我々だから座禅するって言ってね、しかんただするって何か、ただその生命の実物に帰るね、それを百千万発してただ座禅に帰る、ただ座禅に帰るって、それだけやってるだけ、それがしかんただ。それをね、そのやっぱりしかんただっていうところに落ち着くためにはやっぱりなんか悟りらなくちゃいけないんだって、そういうふうに考えてる坊さんが多いんだね。そうじゃないんだ、もう初めから小っていうのは生命の実物、誰でも彼でも思っても思わなくても、信じても信じなくても、この有無生じ、心も名語、自他幸不幸など二つに分かれる以前の実物のその命の深さで生き死にしてんだから、そこへ帰る。それでそれがだからいかに言わんや諸法実相の不生不滅、不不生不不滅を文字してっていうのはそういうことだ。あらゆる二つに分かれる以前の生命の実物だ。それを文字して因縁業を行事、そのあれを大事にしてだね。そしてその日々の全生活をそれにあげて、その供養処物していくっていうこと。そうすればどんなに松陰大か松陰大法あるかそれは分からない。で世尊の諸説書くのごとく明らかなるを流樹素子親しく昇殿しましますなり、状態の禁煙昇殿の相乗あり、たとえ流樹素子の諸説ないともよしの説に比すべからず、世尊の諸事を昇殿しましますに会うことを得たり、もとも喜ぶべし、これら小教を乱れに東土の凡子の諸説に披露することながれと。あ、間違えちゃった、ね、あ、繰り返したかな。で流樹素子曰、また次に諸仏法を供養するがゆえに法を供養し、法をもって死となす。これが難しいんだね。法っていう言葉が出てきたでしょ。これは今時の普通のなんか仏教書を見てごらんなさい。法っていうことは何かっていうと、これは存在だ、世界だ、あるいは仏法だ、法則だって言ってる、そういうようなこと言ってるんだね。そうでない、この法っていうの言葉が仏法で出てきた限り必ず心法一如の法だ、その一心一切法、一切法一心の法だ。そうでなきゃ、それだから心と法と二つに分かれる以前の法です。それが諸法実相だ。それでそれが生命の実物だ。三世諸仏皆諸法実相をもって死となすなり。このだから生命の実物っていうだけをね、三世の諸仏もこれ自分の死として来てるんだ、生死として来てるんだ。だから私が言うように、今みんな各自自分のする座禅ね、これを生死としなきゃ。この座禅は何かっていうと、そういう生命の実物を実際にやるんだから、それでもって初めて
その三世諸仏も出現してきて、当帝は何をもって自ら心中の法を供養せずして他方を供養するよ。これ昨日どなたかもこの質問された方だったね。結局その法に供養するんだって、私だって生命の実物生きてる、そのだから俺が欲しいと思う心だって俺生命の実物から出てきてる、だから俺の好きなように俺の欲望を満たすことが一番いいじゃないかと、これ法に供養したりまあこのうまい菓子は俺がもらったかって言ってそうじゃないんだ。このね、今要するに法っていうのは一心一切法の法でしょ、だから一切分の一切なんだ。そしてそれに対して私は一切分の一でもあるというのを昨日もこうあれしましたね。私っていうのはこの両面持ってるもん、結局は。そしてこの一切分の一の私のその我欲ね、我欲だってこれ法の一環だ、一つの現れだ。それでそれだったらね、その同じ供養するなら他に供養するや、俺の欲に供養しとこうって言って、それだったら俺が得してるだけだね、それは迷いな。そうでなしになぜ他の方に供養するかとね、私はこの一切分の一なんだ。それで本当に法に供養するって言ったらね、この私が進んで一切分の一切に供養する。でその一切分の一切のところに私だけはマイナスしとかなきゃならないね。私この一切分の一をマイナスした。そしてだから私に出会うあの他の人にできるだけの供養をする。あるいは昨日も言ったように私の出会うところ、我が生命、私が今出会っている仕事、これがその諸仏だ、その諸仏に供養するっていうつもりでもってその仕事もすべきだ。そうすると その仕事がね、あのあれですね、何て言ってもだからどんなことでもいいなら麻雀、麻雀じゃそのこれ一切分の一の面白さになっちゃう。そうでない、一切分の一を引いたところの仕事だね。そういう何でも人のためにお役に立つことならっていうことを一生懸命やる。だから徳は迷い相馬悟りっていうのはそれなんです。で答えていわく世間の法に従う。だいたいね、あのあれだ、私がこれ沢木老師についたね、ついてから1年ぐらい経った頃かな、老師にこういう質問したことはね、そのまあ人のために働かなくちゃいけないっていうロシア言われますけど、人に施すって言ってね、人のために働くって言って人にあのこうしてほしいと思うのはその人の欲だ、それに私があれするってことはその人の煩悩を満足させてやることじゃないですか。私がやらなかったらあのその人はやらなくちゃなんない、嫌な仕事でもやらなきゃなんない、それを奪い取って私がやるって言ったらその人をその煩悩を満足させることで、でそれはそういうことはどういうことですかって聞いたことあったら、いかにも私の質問らしい質問だね。そしたら沢木老師がね言われるの、あのトルストイの文章にもそんなのがあった。トルストイがその町の貧民たちにその
お金をや、施してやろうと言ったっちゅうのね。そうしたところはその貧民たちを見て、そのルンペンたち見て、こいつにお金やったらって酒飲んじゃうんじゃなかろう、こいつにお金やったら女買いに行っちゃうんじゃなかろう、こいつにやったらもう働かなくなっちゃうんじゃなかろうっていちいち考えたらね、そしたらとうとうやらずに帰ってきたってそういうのが、それがまあ普通の考え方だっていうね。俺なんかそんなことは考えちゃない、とにかく俺バッと出しちゃうって人のためにね、とにかく人がこうしてほしいと思ってたらすぐとにかくパッとそんなこと考え、いちいちそいつは その人を煩悩を満足させやしないかそれからこれ金やったらあいつは酒飲んじゃしないかって、そんなこといちいち考えてたら そういう人のためにするなんてことはありっこないんだ。結局考えずないんでパッとやれって沢木老師言われた。インテリの考えるやつはそんなことだって言われたことあった。本当にそうだね。いや私がねまあ大体私坊主になった当初は本当に、ね、青白きインテリだったからね。それに対して沢木老師だからあえてそういうトルストイの話を持ち出して俺ならばっていうことを言われたんだね。それなんですよ。結局今ね世間の方に従う、とにかく人のためって言ったらもう人のためで何でもいいからパッてやることだ。それボツボツ金なんちゅうものはね、これやったらいいからやらないかいいかっていう時にはもうやった方がいいんだとにかくまあそういうのはね、金持ちはその辺悩むと思うねところが我々みたいに金のないやつはね、それが簡単にやるもともとそうあるわけじゃない、全部やったって高いじゃんだけどね、とにかくできるだけこう人にやっちゃうっていうね。まあしかしながら私もね、沢木老師が亡くなった時点でね、俺すぐ思ったのね、沢木老師が病気中、旅行カバンね、もうしょっちゅう持って歩いてた旅行カバン、通る前に置いたと、まあいろんな人がお見舞いに来る、そしてお金持ってくると、そうするとその旅行カバンの中みんなこう突っ込んで、そしてところはとうとう沢木老師亡くなったの。それですぐね、私のもう沢木老師が息引き取って、そして上信さんと二人きりになった時に私すぐそう言ったの。俺上信さん、このカバンは私見ないから、このまま上信さん持ってきなさい、まあご苦労さんでした、そのカバン全部やったんだ。これは良かったね気がせいせいしたそれから以後沢木老師のあれなんだね、以後何しろね、沢木老師っていうその大きな船が沈没したんだ。そうするとそこにこう渦巻くね、あれが非常にものすごい渦巻きが起こったわけです。その時いちいち私はその沢木老師の言われた徳はもえ損は悟りてそれだけで行動した。そうしたら万事それで片付いた相手もって、沢木老師が亡くなった時にね、沢木老師は葬式するなよって言ってたから、だから沢木老師が亡くなった途端に兄弟病院に電話かけて、痛い倦怠しますって言って、それで兄弟病院持ってったけどね、それを置いとくとね、今度その晩に花が持ち込まれたらもう葬式の軌道に乗っちゃうそれ全く早いところ、そうしたところは今度東京の方にもロシアが亡くなったっていうんだから、みんな集まってきたじゃない。そうしたところがあった老子の遺体がないでどうしたって、老子の遺言通り兄弟病院持ってったって言ったら、バカなことをするってみんな怒ってんだ。それでまあしょうがないから兄弟病院行った。そしてまあその
東京からわざわざやってきてた。まだその頃新幹線のない頃だもんね。それで明日から、うん、結局まあ安泰寺でもってお通夜しようというわけで、の集まってたわけで、その時は私はもうずっと 寝ないで看病してたからさ、くたびれたからもう寝てたもんその晩は。それで夜中に目が覚めてあったらみんなまあワイワイ言ってたから、それだから佐々木老師のとこにあったお酒だけ持ってって、まあこれでゆっくり飲んでくださいって言って持ってって、それでまた私寝ちゃったけどね、その翌日はあった吊るし上げだもん。なぜそういうことをするかってね、葬式をしないっていうことはバカなことあるかって、いや私は葬式しない、その代わり四十九日接心するって、そのいや沢木老師がね金がないそう言ってたもん、お前がねの赤ん坊を泣くような声でもってそうお経読んだからと俺業務しないでしょ。そりゃそうだと思うもん。だからね何も私をだから本当は沢木老師のためにお経読んだことないので、いやまあ毎日だから私沢木老師のところでもってただ参拝するだけだ。その写真のところでね参拝するだけでお経を読んだことある。で葬式嫌いなんだ。何の話だ。まあそれは思い出した。結局沢木老師の徳は迷い損は悟りってね、それだけは耳鳴りしてた。要するに一歳分の一のね取り去って、そしてとにかく人に尽くすっていうね、で俺は損すりゃいいんだっていう、それだけで来てるんです。そしたらまあそれでなんとか無事通っちゃったもん。で結局ね、いやこれ安泰寺だそうだ、もう渡辺広報っていう広報さんにあれするとき、安泰寺何しろ、まあ、安泰寺も前にはそれこそ破れ寺だったけど、沢木老師が亡くなってから10年経ったの頃はすっかり町になっちゃってね、それであれ坪25銭のね土地だったのが50万円ぐらいだった。すごいあれ高騰してるわけで、だけどこれそのまんまね候補さんにこれに煮てこうと焼いてこうと勝手にしろって、それでもう譲っちゃって私隠居したんだ。それでこれまあそれさっぱりしてんじゃない、このさっぱりしてるっていうところがね行動して、それであれなんだね、結局沢木老師の徳は迷い損は悟りっていうのは一番私大切な言葉だと、沢木老師の遺言だと思ってる。でそれは今言うそのできるだけ供養するってことだ、世間法に従う。もしいびく方々を供養せんと欲せば、心中の法を供養せず、自ら心中の法を供養せずして、世の時法地法下法のものに供養す。仏もまた格のごとし、心中に法ありといえども世仏の法に供養す。だから大体私自身がね、仏さんと他人じゃないんだ、私の仏さんもあるわけだ。だけどとにかくその世仏の方に供養する、ね、到底曰く、だからこれ一口に言えば沢木老師の徳は迷い損は悟りの一語につきますよ。いや徳は迷い損は悟りっていうね、沢木老師の名言ね、こんな簡単なんだけど、これ守るだけはみんな守らないね。徳は徳、損は損。こうって言わ、いやこれだからその沢木老師が金がね言ってられたけど、何よりもね実物見本が大切だって。
この実物見本、これ世の中の実物見本は徳は徳、損は損っていうだけの見本しかない。ところが佐々木朗氏、私も佐々木朗氏の見本見てたから、まあそれができるようになってきたわけだね。俺その点ね、実物見本だけが大切です。だからその実物見本を相続していかなくちゃいけない。当家は仏の福徳を求めず、仏のごときは福徳を求めず、何を持ってんの家に供養するの。大体仏さんというのはそんなに供養されたいと思ってんじゃないんだ。それなのにどうして仏さんに供養するのかっていう。答えていわく、仏無量阿蘇義行の中より、諸々の功徳を主して常に諸善を行う。ただ法を求めず、功徳を敬うがゆえに供養をなす。要するに仏さんはね、そのいろんな諸々の善をあれするけど、その功徳を、あ、法を、そのいわゆる家宝ですね、もう家宝を求めてんじゃない。その諸々の善っていうね、その功徳を敬うがゆえに供養をなすっていう、この要するに供養をするっていうね、その行そのものが尊いから。だからその功徳を敬うがゆえに供養をなす。仏在寺のごとき いつの猛びくに、めぐらさんがいた、まなこ見るところなし、全然見えなかった。手を持ってしかも絵を縫う、おけさ、めぐらさんなんだけど、おけさ自分で発信してたわけですね。そしてところが針忍脱ってね、針の糸を通してたのが取れちゃった。そしたところはこのめくらさん、これこう目見えないで、このちっちゃな穴にこうやっていくらやってもこうになっちゃって通らない。それでしょうがないもんだから、誰か福徳を愛する、我がために針に、ね、忍ぜよ。だから誰かね、功徳を積む人間はいないかって、俺の針に糸通してくれって言ったんだね。そしたらその時に仏さんが、お釈迦さんがそこにいたってな、びくに語る、我はこれ福徳を愛する人だって、本当に功徳を愛してる人だ、功徳を積もうと思ってる人だ、だからお前のためにその、針に穴通してあげようって。そしたらその声聞いて、その猛びくにはびっくりしてる。それで急いで自分の絵を取ってつけて、そして仏足を来し、仏に申して申さ、仏は功徳すでに満足って、この仏は功徳をもう功徳を積まれなくても、これ以上の功徳を積まれなくても、もう本当に十分功徳を積んだ挙句に仏さんになったんだ。だからね、いかんぞ福徳を愛すと言わんやと。ところが仏へ報じて言わく、我はすでに功徳すでに満足といえども、我深く功徳の因、功徳の果報、功徳の力を知ると。要するにね、功徳の果報をね、一番よく知ってんのはわしだっていうのは、そういう功徳を積んできて初めて仏になるんだっていうことをね、知ってるからだ。要するに今我一切衆生の中において最も大地を売ること、この功徳によれりて、その無所得の上昇人にしてきて、無所得の功徳を積んできてだ、無所得の功徳を積んできて初めて仏さんだ。だからその無所得の功徳を積むっていうことのね、大きいことを知ってんのは一番私が一番よく知ってるぞよって言って、それでこのゆえに我愛す、我仏この御句のために功徳を三し終わり、次に随意に説法する、そういう意味でまた仏法の話をした。
それでこの陸方言上を得て肉言さらに明らかになり、だからこの坊さんね、その方言上法を見る目も明らかになり、それから肉言も明らかになった。この因縁、昔は戦士の質にしてやに聞くって、このお師匠さんのね、あの部屋でそのやに夜の話として聞いたわけだ。ところが後に大地ドロンの文で初めて、なるほどここに書いてあるのかって分かった。伝法祖師の字へ明らかにして威楽せず、この文字地ドロン大重にあり、諸仏必ず諸法実相を大師としましますこと明らかでした。この生命の実物として、生命入りの生命としてその行動するってことだね。これが一番大切なんだ、それだけが大師なんだ、師匠なんだってことね。それが明らか。釈尊また諸仏の情報を称し増します、いわゆる諸法実相を大師とするというは、仏法僧三宝を供養し奉るない。この諸法実相をね、その大師とするっていうのはどういうことかっていうと、仏法僧の三宝を供養するっていうことです。この仏法僧ってね、仏、法、それから僧、これをね大事にするっていうこと。これはね、あの正法眼蔵の消え三宝の巻にもある。なぜその三宝に消えするか問いに対して、と何をもってのゆえに三にこの三に帰するやと答え、すなわちこの三種は必教起所なるをもってない。結局仏法僧の三宝はね、必教起所なの。これ秘境ってのは、秘境通りどういうことかっていうのは、それのつまりってこと、つまり帰するところですね。結局ね、これも沢木老師の言葉で、いや行き着くところに行き着いた人生。要するに生命の実物って言ってね、我々はまあ私があんま言うけれど、この生命の実物の具体的なあり方の教えは、これ仏教っていうね中にある。で仏教のその仏法僧の三宝の中にあるんだ。だから三宝に帰依し奉るってこういうことです。何しろとこれ我々生きてるのにね、結局何が究極の目標かっていうことをよく考えてみな、それで生きなきゃダメですよ。つまり帰するところは何か。要するに行き着くところは、行き着くっていうことはどういうことか。その中途半端、中途半端いい加減、ごまかし不十分って言って、沢木老師こいつ、この今日バカに言うように沢木老師の言葉ばっかり出てきてしまうこれね、私自身の頭は働かなくなると沢木老師の言葉が自動的に出てくるまあしょうがない、これ昨夜よく寝られなかったんだよだからもうそうなってくると、もう結局こうテープレコード回してくる沢木老師の言葉がバーついついと出てくる中途半端いい加減ごまかし不十分って沢木老師一口にいつでも言ってたみんな本当に中途半端ごまかしいい加減 ごまかし不十分で生きてる。それに対して本当に行き着くところ行き着いた生き方っていうのね、これが必教起所です。その本当に行き着くところ行き着いた生き方を教えてくれるのは仏法僧の三宝だから、だからこれを大事にしなきゃならない。諸仏は無量麻生技巧束縛の功徳全言を釈従して、さらにその方を求めず、これは結局ね、そのこれ無所得っていうノートレーディングだ、英語で言うとね、たまじゃこの英語を言って俺の
俺だって英語知ってるじゃん。さらにその方を求めず、ただ功徳を供養して供養しましますなり、仏家菩提の位階に至りてなお小功徳を愛し、猛毘のために妊娠しましまし、仏家の功徳を諦めんと思わば、今の因縁まさしく消息ない。しかあれば仏家菩提の功徳諸法実相の通り、今の世にある凡夫の思うがごとくにはあらざるない。今の凡夫の思うところは増悪の諸法実相ならんと思う。これ増悪の諸法実相って どういうことを言おうと されてるのか私にちょっとわからない。もうとにかくまあ右所得のことなんだね。右所得のみ仏家菩提ならんと思う。要するに結局功徳っていうかね、これだけの修行したからこれだけ積み上がる、これだけの何年やったんだからこれだけこうやってこう積み上げていくね。それが結局右所得の仏家菩提ならんと思うんだ。ところが格のごとくの邪見はたとえ八幡宮を知るといえ言うといえども、本郷本権末郷末権を逃れると。本郷本権というのはね、本郷というのはね、過去世のことで、本権というのはね、その過去において条件を起こすことだ。過去にこれだけの功徳を積んだからこれだけのことになるという、これは条件だ。それから末郷末権というのはどういうのかというと、その末郷っていうのは未来のこと、未来世のこと、末見っていうのは断見のことだ。未来なんてないと思う。悪を悪いことしてもどうせね、未来なんて分からないね、そう思ってるの。末郷末見だ。で本郷本権っていうのにはね、インドの頃には18の下道がいた。それから松郷末権の下道は40権ある。それで両方こう重なってるのもある、ね、それでその合わせてね62権の下道がいたって言われてる。で結局ね、下道っていうのはいつでも本郷本権、末郷末権、その条件か断件かになる。いかでか唯物与物、偶人しましますところの 処方実相を偶人することがある。ゆえいかんとなれば、唯物与物の偶人しましますところ、これ処方実相なのが言えない。この結局ね、唯物与物の仏さんの目で仏さん見なくちゃね、その本当の仏さんの話にならないんだ。昨日も言ったように凡夫のね目でもって仏さん見てるんじゃ本当の仏さんの話にならない。で唯物与物の偶人しましますところの処方実相を偶人することがある。結局だから今私が生命の実物って言ってもね、この生命の実物として生命の実物見なくちゃわからない。その生命の実物って ああいうもんかって向こう側に置いてたら、それでもって俺観察者だもん、俺が入っちゃいない。でその点、唯物ゆえいかんとなれば、唯物与物の偶人しますますところ、これ処方実相なるがゆえになり、結局唯物与物っていうのはこれはまあ絶対一元の生命の実物を事実生きてるっていうことですね。向こう側に置いてんじゃないんだ。だからそうなってくると、そういう絶対一元のその、あれですね、処方実相っていうと何かっていうと、止観行っていう以外ない、止観勝利だ。でまあこれちょっとどうせ終わらないね。まあ時間も来たから今日はもうこれで
終わらせていただきます。まあしかしいいところは大体読んだつもりです。